なとか、それぐらい緊張してますが、僕の初めてのこの瞬間をぜひ皆さんに見ていただけたらな、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。あと2時間で開演となります。まだチケット、配信のチケットはまだ買えますので、皆さんぜひね、ご興味がある方、家にいらっしゃる方はぜひね、まあたまにはあいつのこと見てやろうかなぐらいの軽い気持ちで見てください。小森隼人の小森の話、ぜひぜひ軽い気持ちで、優しい気持ちで見てください。そして僕は大変緊張しています。だから何回も言うんですが、ずっと緊張してるんです。僕正直まだお正月迎えてません。12月からずっと年末なんです。だから今日が終わったら本当の僕のお正月が迎えられると思います。なので皆さんぜひ本日小森隼人の小森の話見られる方はぜひ楽しんでいただければなと思います。短いインスタライブの配信になりましたが、1月4日という日が皆さんの素敵な一日になりますように願っております。この後18時から頑張りたいと思います。それでは後ほど皆様お会いしましょう。バイバーイ。